はい、おはようございます。売れたい役者です。リンです。じゃあです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。役者あるある、イエーイ。なんかそんな真面目な話が続いた後であれなんですけど、はい、ね、モノマネが得意だと思われがち。あー、わかる。あー、なんかわかる。うん、うん、そうだね。多分モノマネが得意俳優さんを身近でいるんだろうね、多分ね。うん、確かにあのモノマネが得意な俳優はいる。師匠がそう。師匠がそう。あの、いまだにね、あの人のモノマネをね、思い出して笑うよ。なんかできるやつある。そう、そういう振りが来る。あ、しもないからなんだけど。マジ、舌打ちしそうになった。野沢雅子さん。はいはい。悟空の、うん、悟空、ダメージを食らう時の悟空。はい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 。うわっ、あ、ごめん、違った。あ、違った。あ、もうやめ、死にたくない、死にたくない。あ、これ、うわっって、わかんねえ、あ、もうダメだ。はい、ダメです。はい、ダメです。次行きましょうか。はい、次行きましょう。あー、これ、前も話したことあるんだけど、はい、自分のことを表現者という。すみませんね。すみませんね。あと、これ、女性で自分のことを表現者って言ってる人のツイッターのアイコンはだいたい白黒の自撮り。なんかわかるわ。っていうのね。なんかわかるわ、うんうんうん、あとあのなんだろう、海で撮ったポートレート写真とかね。そう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 、わかるわかる。っていうね。別にあの悪いことではない。いや、悪いことないよ、悪いことないよ。ちょっと気になっちゃうな。気になっちゃうなってだけ。あ、まあ、おはよう世界とかやっちゃうんでしょ。ああ。これね、これね、ポエミもう、こことここだよね。これも、もう一緒よね。一緒よね。合わせ技よね。でも俺は、自分のこと表現者って言うけど、うん、はい、これあの、役者以外にもデザインもやるしっていう、はい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 、まあ、マルチクリエイターって言うと角が立つけど、なんかなるべく日本語がいいなと思ってる表現者って言うけど、はいはいはい、でも、まあ表現やってる人だから表現者でよくねとも思う。いや、いいっすよ、全然いいっすよ、全然いいっすよ。ただ気になっちゃうだけ。気になっちゃうなってだけ。皆さん、私もイラっときました。はい、じゃあ私行きましょうか。はい、ね、どっちから行こう。あ、でもこれでもね、これ分かると思う、うん、演技のワークショップ、オーディションの道中で歩いてる人で、あの人も役者だって分かる。あー、ちょっと分かる。それあの行く時です。そう、行く時に、うん、最寄り駅、うん、会場の最寄り駅降りて、うん、歩いてる時に、うん、あれ、ま、スッて同じ方向向かう人見て、うん、あの人も役者だっていうのが分かる。うん、分かる分かる。で、同じ会場にスッて来て、あ、やっぱり役者だったなんて、うん、なんかね、やっぱりなんかモードというか、うん、なんかあるんだろうね、オーラみたいなのが。私、服装だと思ってるけどね。そうかな。服装で結構私は分かる。あ、ほんと、うん、どんな服着てる ?2 パターンあって、はい、女の子とかは、ああもうこれは本当に見られること前提で来てるなーっていうパターンの子か、うん、えぐいダサい子。本当にパターン。確かに万年ジャージの子がいる。そう、いるいる、えぐいダサいみたいな子の2パターン。いるジャージの子いる。そう、俺は言うてジャージの子は好感持ってるよ、正直。いや、分かる。あの、ていうかでも分かるわけで、それでこの駅でこの格好で歩いてるってことは、この子はオーディションに行くなっていうのが分かる。分かる分かる、それも分かる。そうそう、ああ、それも分かるね。見られる用の服だなみたいな。そう中途半端な格好は確かにしない気がする。確かに男は意外とフラットなんだよね。あ、確かに男は分かんないかもしれないな。でもね、男雰囲気で分かるの、なんか。ああ、そうなんだ。うん、もし分かんないかも。いや、でもやっぱりなんかワークショップとかオーディションとか行くとき、はいはい、やっぱり緊張するから、うん、なんか顔に緊張がなんかあったりするから、なんかまとってる雰囲気でなんとなくわかる。これ面白いんだよね。なんか、あの人役者だなと思ったら、あ、やっぱりみたいな。なんか人前に立ってる人ってなんかわかるよね、話した感じでもすると。話したら確実にわかるね、うん。じゃあラストのカード、はい、みんなラストで、スジャワさんを完全否定するカードです。はいはい、なんでしょう。お酒が好きだと思われがち。わかるかもしんない、これ。へー、これはわかるかもしんない。
なんか飲み会が割と多いイメージがあって、飲み会行くんだからお酒好きだよね感で来られると結構積むことがあって、わかる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 。で役者だけの場ならまだいいんだけど、うん、ちょっと飲み歩くの好きで、はい、飲み屋さん行ったりすると、そういうお店にいわゆる裏方とか発注元、うんうんうん、みたいな人たちがいて、お金余裕あるからじゃあ飲みなよってついてもらえるのはいいけれども、そんなにそのお酒飲みたくないって結構なるほどね、それはわかるわ、怖いね、それは。いいチコグラスにいっぱい入ってんの、ストレートで、うん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 、で帰られる前に一気に煽ったりするといいチコは嫌いになるっていうお話でした。あ、なんかそういう風な目で見られるっていうのはなんとなくわかるわ、確かに。そうなの、それが果たして役者だから、あーでも役者だから酒飲むでしょみたいな雰囲気を、うん、前提を感じるときはなんとなくあるな、確かに。あ、そうなんだ、わかる。あ、女子だとないかもね、最近の女子だとないかも、はい、うん、ちょっと一昔前だと思う、うんうん、男はなんかそういう習慣はあるかも、それはそうかも、うん、てか普通に可愛がられる感じで、うん、そう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 って感じだね。まあ、あとなんかタバコ大丈夫でしょみたいな、アウトローだと思われてるってこと。あ、そう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 、いわゆるでもそういう感じなんだと思う。なるほどね。タバコ俺禁煙家だからなんだろう、覚悟してこれからタバコを吸うところに自ら覚悟して飛び込むんだったら全然わかるのよ。例えばこの人タバコ吸う人からお酒を誘われるってなったら、あ、じゃあタバコをの煙を吸うことを覚悟していくっていう風にするんだけど、全く不意打ちでタバコ吸われたら、はいはい、すげえイラッとする。これ本当に偏見だけど、うん、演劇界でその演出とかやってるタイプの人で40代以降の人って、以上の人って、うん、みんなタバコ吸ってる。わかるわかるわかる。分かる。なんか小屋入りしてから一番最初にさ、あれこの辺で近いの近い喫煙所どこだっけみたいな話をしてるイメージ。あーでもね、やっぱり30代ぐらいからタバコ吸いとか全然ある。これ知り合いの役者さんなんだけど、うん、とある劇団に入、はいはい、最近2年前ぐらいに入ってんだけど、うん、それまでは全然タバコ吸ってなかったの、うん、吸ってなかったんだけど、その劇団に入った途端にタバコ吸った。それはタバコミニケーションのために。そう、あ、スイニケーションのために、はいはいはい、あそこはもうタバコ吸わないとやってらんないみたいなことを言ってたから、あ、そうなんですねみたいな話した。あれだな。まあでも好んでタバコ吸ってると思うからいいと思うけど、見た目がずっと若いかつ自分でそれを自負、これがちょっと私の可動的なところですけど言っちゃいますか言っちゃいますか。これいいこのまあなんか結構そういう人は多いなって思ってて、まあ大分多いと思う。なんだろう、あと若いって言われるのが嬉しいんだよ、とにかく。あ、わかる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 。私もそうなんだけど、うん、なんか、あ、結構意外に言ってるんですねとか言われるのが、それは言われるだろうね、あなた。あ、私言われる、言われるだろうね、言われるし、それが嬉しいし、なんかっていう風に思ってる役者多いなって思う。役者っていうか女優じゃね。いや、俳優も。本当に俳優も、俳優も結構さ、年齢下の人多いじゃん。ああ多いと思う。てか俺もなんだったら そうだよ。ああ、そうだね。俺よく大学生に間違えられる。うん、大学生みたいだよ。どうかと思うけど、27ですけどなんか40超えてる人とかでも見えないじゃん。見えない。だから自分の会社にいる40代の人と比べた時にめちゃくちゃ若く見えるのね。うん、それはそうだね。やっぱ人に見られてるから。うん。でそれをかつ自分で自負してる人が多いって思う。なんか若い、俺若いっていうのが分かってる。ああ、それをなんか分かる分かる分かる。なんだろう。言い方あれだけど、それを使ってなんかやる人もいるよね。正直な何かとは言わないけど。うん、うん、っていうかなんつうのかな、それはね。いやこれちょっと私のあれがなんだけど、なんかそれをすごく自分で言ってくるのがしんどいの。なんか、え、どういうこと？なんかその、俺若く見えんじゃんみたいなことを、え、いる？いるいる。なんかしんどいね。結構いて、なんかごめんなさい、なんか私の知り合いとかでそう言ったなって思いがあった人がいたらすみませんなんですけど、結構いて、うん、なんかちょっと気になっちゃうんだよね。
なんか、まあ、若く見えるけどもみたいな、言うてとか、なんか思っちゃうわけ。あの、私の天の弱精神が発動しちゃって、まあまあ、わかるわかる、まあ、若く見えるけどだからみたいな、そう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 、あるよね。それがプラスかは限らないですよみたいなこととかを思っちゃうんですよ。わかるわかる。だから、だからもう金輪際私の前で言わないで。それは冗談ですけど、まあ、多いよねって話ですね。あー、わかるわかる。これ以上掘るのやめよう。わかるわかる。わかるわかるわかる。わかるわかるわかる。では最後か。はい。あ、これはもしかしたら、